25年卒業の就活生たちを大募集。キャリアドラフトではイベントだけでなく就活エージェントとスカウトサービスも行っており、履歴書添削や面接対策などを完全無料で学生たちをサポート。具体的なアドバイスもいただいたので非常に助かりました。すごく褒めてくれて、モチベーションにつなげてくれた。まあ、7月期あっという間になりまして、まあ本当に数社ももう内定決まっちゃったっていう人からですね、一社もまだ内定取れてないっていう人もいると思うんですよ、学生の中でね。取れてない人はぜひこの番組を見てほしいと思います。こうやってライトを浴びて、そして厳しい面接官の厳しい質問に耐えながら、選ばれし者たちの姿を見て、彼らに何があって自分に何がないのか、ここを吟味してもらいたいと思いますね。この番組は全ての学生たちへ送る応援歌です。さあ、それでは予選を勝ち抜いた12名の登場です。どうぞ。多士精製でしょうか、十人十色でしょうか、千差万別でしょうか。さあ、一堂に並びました。キャリアドラフト7月期がスタート。この番組は学生たちがプレゼンで自由に自己アピール。現在私ソフトテニスの準体育会に所属しておりまして、課題を適切に処理した結果優勝することができました。じゃあそれなら自分でやる。16歳で塾を自分で立ち上げました。千葉大学から参りました。変化を起こす男こと大杉裕介と申します。そして120を超える企業の人事担当者たちから、どのくらいだ、41社来ました。素晴らしい。採用の意思を示すシルバーオファーや、シルバーオファー、遅れてきたよ、遅れて来た来た。年収500万円以上出してでも採用したいという意思を示すゴールドオファーなどを受け取る主従逆転型の就活バラエティキャリアドラフト。事前に行われた面接で数百人の中から選ばれた上位12人の学生たちがゴールドオファー獲得に挑む。学生たちの前に立ちはだかる面接官は、内田さん、赤は珍しいですよね。そうなんです。なんか今日パッと目についたら、なんとお隣の北村弁護士とちょっと合わせてきたような感じになりました。ほんとぴったりですね。そうなんですね、びっくりしました、ね、あの学生に対して北村さん初登場ですけど、はい、この頃の、まあ、学生の一つの思考性みたいなことに関して何か思いはありますか、はい、私がたまたま面接した学生たちのは、はい、やっぱり今のネット世代、その調査能力がものすごく高くて、はい、マニュアル的なものはすごい能力高いと思うんですけど、はい、自分の頭で考えるっていうところが若干欠けてる学生が時々いるかなというふうには思ってます。じゃあそのあたりもポイントになりますかね、今日ね。はい、はい、分かりました。さあ続いてはですね、フォーブスジャパン執行役員で、ウェブの編集長でもあります谷本由香さんの登場です。初登場よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、谷本さんはアメリカで MBA を取得されて、それから世界の VIP にも随分インタビューされてますよね。そういう経歴からすると、今の学生たち就職戦線の荒波に対してどんな思いがありますか。ですね、はい、スティーブ・ジョブズが出てから、はい、完全にみんなのプレゼンがものすごく上手くなったんですよ。つまりどういうことかっていうと、面接官もそれに騙されず、いかに本質を見極めるかっていう時代になってきたと思ってます。さあ続いて、パックンマックンというより、この頃はもうコメンテーターパトリック・ハーランさんという印象の方が強いんですが、よろしくお願いします。お願いします。お世話になります、ね、今日さーっと真っ赤な自転車でこのスタジオ入りされましたよ。そうなんです、ええ、個人情報になっちゃうんですけど、はい、この近所に住んでおりまして、いや古田さんも結構赤に敏感ですね。皆さんインプットしてくださいよ。赤でつながってますよね。赤いますよ今日。赤ですね。ミャンマー出身ですよね。ミャンマー出身です。うわ、本当に超赤つながりで頑張りましょう。それじゃあ、さあそれでは最初の学生です。曽村光さんの登場です。同志社大学心理学部からやってまいりました。お金が一番偉いと思ってるという印象的な言葉を吐いております。それでは2分間のパフォーマンスお願いします。Career Presentation。 お願いします。同志社大学心理学部より参りました曽村光です。突然ですが、皆さんはご自身の名前がどれだけ自分を表していると思っていますか。私このようなことでスライドを上げてもらって、まあ、おそらく右側にばっかり目が行くと思うので、
もう一度名前だけ挙げさせていただくと、漢字でこのように書きます。で、1文字目は蘇る、3文字目が高まる、上るといった意味を表しています。イメージとして低いところにあるものを上に持っていく、この動きのイメージとして覚えておいてください。では一体何から蘇るのかと言いますと、現在私ソフトテニスの準体育会に所属しておりまして、少なくとも6大会優勝から遠ざかっていました。そして高みは何かというと、もちろん優勝です。優勝を目指して頑張っていこうと歩みを始めた瞬間にですね、スッと、これ課題が3つ現れたんですね。1つ目がコミュニケーション、2つ目が練習参加率、そして3つ目がオーダーが適切でないことです。これらの課題を適切に処理した結果、優勝することができました。具体的にどのようなことを行ったかといいますと、コミュニケーション不足なので積極的な話しかけ、練習内容に関してのフィードバック、また練習外での声かけ、一緒にご飯に行ったりですとかということを、行いました。課題をしっかり分析する能力と、それを会員全体に行うという行動力が私にはあると考えています。この分析力と、行動力を生かし、同期で一番を取りたいと思います。そしたら皆さん思うと思うんですよ、ほんまに一番を取れるんかと、ここら辺なんちゃうかと。皆さんこの手の位置見覚えないですか？そうなんですよ、高みを目指します。なぜならソムラこうだから。ご清聴ありがとうございました。緊張されてる中でも最後まで落ち着いてやり遂げられたなという印象でした。この資料の中でお金が一番偉いと思っているっていうところがどっかって出てくるのかなと思ったら出てこなかったんですが、このことについて少しお話していただいてもよろしいでしょうか。はい、お金が一番偉いと言ったのは、ブレない動機づけにできると思っていて、その時のモチベーションによってその仕事やる気があったりなかったりっていうところをベースにして仕事をするのではなく、お金によってすることで常に数字なので変わらずに積み上げていけれるという点でお金が一番偉いというふうに、ちょっと誇張ではないですけど発言しました。誇張ではないってことは若干誇張でキャッチーなところを狙ったっていうところもある、うん、そう言ってしまうとそうですね。そうなんです。お金っていう存在を一つのエネルギー体と捉えているようなね、なんかそういう印象も受けたんですけど、さて北村さんいかがでしょう。はい、お金が一番偉いというところがね、私にはすんなりは理解できなかったんだけど、じゃあ2番目3番目に偉いというか大事なものって何だと考えてますか。2番目3番目、そうですね、ただそのやる気ももちろん大事、動機づけする中でそれが楽しいと思えるかどうかっていうのがすごい大事だと思っていて、あと3番目にはそれを誰とするかっていうのが大事に考えています。もう一ついいですか。はい、準体育会で、はい、本当の体育会と違って勝ちばっかり優先したら面白くないよというようなメンバーがいたかと思うんですけど、そういう人たちに対してはどういう対処しました。まず勝ちの前にその団体を好きになってもらうっていうことを先に心がけました。そして、そこにいる人たちが好きだから、この会が好きだからっていうことで練習に来てもらって、練習をしていけば技術は上達していきますので、そこを一番気をつけましたね。それで考え変わりますかね。ねえ、そうですね、結果的には参加率もかなり向上しましたし、優勝することもできたので、そこは効果があったのではないかなというふうに考えています。どうしても勝つためには一つになってこうワンチームでやっていかなきゃいけないまで行ってない状態で最高の状態かもしれないですね。そうですね、うん、どうですか谷本さん。お金であるとか稼ぐっていうことが動機づけになってるってことはよく分かりました。おそらく社会に出てからも給料であったり、もしくは営業した時に取れる案件数であったり、そういったところがモチベーションつながっていくんだろうというふうに予測できるんですが、一方でこの資料の中にはんなり期待ってありますよね。つまり数字でガツガツいくっていうようなアニマルスピリッツと、なんかある種反極するようなこのはんなりするっていうのは、どういった形で曽村さんをこう形成していくのか、どういうふうにつながっていくんでしょう。それはもう単純にキャッチコピーとして、同志社大学なので京都にあるということで、そのつかみとして使わせていただいて、その後お金だとか、その全然違うじゃないかっていう、こう一つのなんていうんですか、ボケではないですけど、そこで少しでも気になっていただければというふうに考えて、はんなりという言葉を使わせていただきました。薄いよね、そのはんなりの、つかめていないよね、それね、薄くはんなりで、つってギャップを狙ったっつって。なるほど、作戦成功です。ある意味素直さいいですよね。変に作り込まない。さあお待たせしました、パックどうでしょうか。はい、自分の分析能力が高いと、自負されてるんですけど、もし
ゴールドオファーとか出た場合何が良かったのか、その強みは何だったのかと分析しますか。そうですね、良かった点でいくと、その後もハキハキ喋ることはできてたと思うんですけど、ただ自分の中でこう手応え的にはちょっとダメだった理由の方が大きくて、それこそ質問に対してこうズバッと的を置いた回答ができていないところであったり、自分の中ではちょっと反省点が多いかなと思っています。どうですかね、パク、ソムラ君って自分が薄いってことを隠さないですよ。はい、金がいいとか言ってるし、でも企業によってはこっちがすごく使いやすい人材かもしれない。そう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 、面白いことを普段から考えていらっしゃるでしょうし、リーダーシップを取るときも多分怒るじゃなくて笑わせるリーダーになりうるから、そういうタイプが今の若者にも受けるんじゃないかと。そうかもしれない。結構なんか今的ですよね、すごく、みんなが見えないところにすごい人徳を持ってるかも、持ってるかもしれない。ございます。なんか言い残したことってないですか、はい、あとこれだけもうちょっとアピールっていう。そうですね、おっしゃっていただいた若者っぽいっていうところも生かして会社に新しい風を吹かせようと思っているので、迷っている方ぜひお願いします。会社に新しい風を吹かせたいと話す曽村君、企業は彼にどんな評価を下すのか。シルバーオファーどのくらい欲しいなというふうに曽村君は思ってますか。そうですね、30社ほどからいただけると嬉しいですね。さあそれでは見てみましょう。喋れば喋るほど好感を持つ男です。どうでしょうか。おお、30を優に15社超えて45。お、ちょっとポーカーフェイスになってますけど、ほっとしてるんですか。どういう心境ですか。ほっとしてます。してる、はい、45取れたってのは谷本さんどうですかね。ね、でもこれくらい評価あっても良かったかもしれません。なんかやっぱり一緒に働きたいですもん。安心して働けるっていう、言葉化するとどんな点なんですか、一緒に働きたいと思わせる。やっぱりこうなんて言うんでしょうね、ガツガツ来るって言ってる割に全然来ないし、こちらが言ったことに関してきっちりやってくれそうだし、大きな欲もなさそうだし、なんかパートナーとしてはすごくいい形で使いこなせそうだなと思いました。風のような存在ですね。そういう風のような、ありがとうございます、ね、はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ曽村君お疲れ様でした。ありがとうございます。どうでした、終わってみて。めちゃめちゃ緊張しました。結果として45社、このキャラでもいいって言っていただいたら嬉しいんですけど、もう少しはっきりと喋ることを決めておけばよかったなと思ってます。さあそれでは続いてのパフォーマンスはこちらです。大手前大学現代社会学部からやってまいりました、ミャンマー出身ヘイ・マン・ソーさんです。よろしくお願いいたします。クリアプレゼンテーション。ミングラバーヘイマンソーと申します。英語でヘイマンと覚えていただければと思います。人生を変われるこの2分間、皇族と直球を投げていきたいと思います。はい、お父さん、私日本に留学したいです。それは高校卒業日に私が父に言った言葉です。すると悲しそうな顔で、パパの年収15万円だぞって言われました。じゃあそれなら自分でやると言って16歳で塾を自分で立ち上げました。16歳の私に誰も信じてくれなかったんですけれど、今では2時間で申し込み者が400人ぐらいほどある信頼度をもらいました。また私はいろいろなことを挑戦して結果を出していきました。例えば1500人ぐらいの学生のリーダーとしてやって、それをアジア各国の中で1位取れるようにしたり、大学のプレゼン大会で800人ぐらいの中で2年連続1位取ったりしてきました。まあ先通りが見えないと言われているものの、私は暗くても自分さえ歩めばパッと光ってくれる人権センサーライトがあると信じています。そんな私は人と組織の未来には絶対諦めないという価値観を持って行動してきました。自分が思い描いた自分、自分が大事にしている方々の未来には絶対諦めないと思っています。将来的には自分がいなくなった後も100年後でも Google で検索したらいつでも出会える社会に大きな影響を与えた人になりたいです。ですので私を照らして社会を照らしたいという企業様オファー待っています。ぜひよろしくお願いいたします。クリア
じゃあパックンからお願いします。はい、まず同じ外国人で日本で頑張ってる身としてものすごく応援したくなります。プレゼンも素晴らしかったし、でも外国人である上、まあいろんなハードルも壁も立ちはだかるのは間違いないと思うんです、はい、そういう日が来ることに対する心構えはできてますか？はい、その心構えは大学の時からできてます。その時にどのような対策するかというところで、自分なら自分らしいどんなことをやれるかというのをまた考えて、みんなと一緒にやっていきたいと思ってます。ああ、正直僕は、いや、そんな日本を私が変えたいですという答えでもいいかなと思ったんですよ。僕はどっちかというとそういう立場です。はい、私も参考にさせていただいて、そのように頑張っていきます。いいです、柔軟で。自分が刻一刻変わることはこの国が変わっていくことにつながるから、もしかしたらパックがおっしゃったこととあなたが言ってることってのはどっかの道筋で合流する可能性もあるしね。あなたのアプローチはアプローチで違ってもいいじゃないですか。ああ、はい、うん、じゃあ谷本さんいかがでしょう？ありがとうございます。本当素晴らしいプレゼンでした。もう私がオファーを出したいぐらい本当感動しました。そんな中で伺いたいのは、はい、なんでこれ就職したいんでしょう？私16歳で開業されて成功もされていて、はい、あえて就職する必要ありますか？もう経営者になられて起業された方がよっぽど成功されると思うんですけど、はい、あえてそれを選んだ理由を教えてください。はい、そのことで言いますと2つあって、まあ、1つ目はせっかく日本に留学したから日本に就職したい、それを日本の企業さんは何をやっているのというのを吸収したいというところと、2つ目はやるなら大きい規模でやりたいです。できたら企業内で自分で起業したいと思ってます。企業内企業今とっても流行ってるので、うんね、たくさん取りたいと思いますよ。さあ北村さんいかがでしょう？はい、日本に留学したいと思った一番大きな理由聞かせください。はい、日本に留学したいと思ったきっかけは、私高校生の時に日本人の高校生と交流する機会があって、その時に母国の学生と違うなというところに気づきました。なぜが違うかというと、向こうは暗記教育です。こっちの学生さんたちは、まあ、自分らで動いてるのとかが多かったです。だからその体感を自分も感じてみたいと思ったから日本に留学しました。はい、そこは日本という社会とか企業に希望を持っているおられるんですか？はい、そうです。まあ、仕事をやると真面目、皆様真面目で目標というのがあって、そのためにみんな頑張ってるという姿勢がすごく伝わってくるので、それで希望してます。さあ、うちいかがでしょう？はい、自分の行きたい道が見つかっても、はい、環境を理由に諦めてしまう人が多い中、はい、ヘイマンソンさんはもう自力でパッションとともに自分の行きたい道へ突き進んできているっていうところがあるんですが、はい、それっていうのはどこで培われたんですか？親を笑顔にしたい。私がこんないい情報とか、いい、私これ持ったよ、これ優勝したよとか言ったら、その時親の笑顔を想像して、それを伝わりたい、それを言いたいと思って、それで情熱が来てるかなと思います。でそれをずっと見守ってきてくださったご両親の、はい、そういった環境っていうのもあるのかもしれないですね。そうですね、それが一番大きいかもです。日本企業でビジネスの基礎を学びたいというヘイマンソーさんにどんなオファーが飛び出すのか。シルバーオファー、数ではないとは言うものの、どのくらいを目安にされますか？ゴールドがいいなと思ってます。え、ゴールド。あ、もうシルバー超えてもいきなりゴールドが欲しいんですね。ゴールドが欲しい。わかりました。さあ、それではヘイマンソーさん、ゴールド狙いですが、シルバー見てみましょう。24社、うん、これをどう見ますか、内田さん？正直私はもっといくかなっていうのは思ったんですけれども、多分このパッションが受け止められる懐があるのか、企業側がちょっとこうびっくりしてしまったっていうところはあるんじゃないかなと思いますね。谷本さんどうですか？いや、これ海外展開ができるとか、もしかすると活躍できるまだ部署がないとか、そういった理由だと思いますね。あ、なるほど。それも想像してました。はい、もしかして海外がないかなって。ね、
海外展開も含めながら自分のできることを探していってくださいよ。はい、ね、頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ヘマさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、熱のこもったプレゼン。最初は緊張してたんですけど、まあ、いい気だなとは思います。さあ、それでは参りましょう。続いての学生はこちら、千葉大学教育学部からやってまいりました、大杉雄介さんです。さあ、それでは2分間お願いします。Career Presentation。千葉大学から参りました、変化を起こす男こと大杉雄介と申します。私の強みは課題発見力と問題解決能力です。私はこの2つの力を発揮しながら様々な変化を起こしてまいりました。私の変化に関する主な経験といたしましては以上の3つが挙げられますが、その中から本日は体育会水泳部の部長として起こしてきた変化を紹介したいと思います。私は水泳部の部長になってからまずは現状の分析を行いました。するとモチベーションの低下からくる、練習出席率の低さや成績の低迷、団結の欠如などさまざまな問題を発見しました。このままではいけない、この部活を全国の水泳部の中で一番楽しいと思える部活にしていこうと私は考えまして、同期の仲間たちと協力しながら、この問題を解決するために練習の質改善と行事の増加を行ってまいりました。詳細といたしましては、動画撮影の導入であったり、個々にあった練習内容の作成などにより成績の向上に努めてまいりました。また文化祭の参加や体育祭の開催、応援の復活などによってチームの一体感を向上させていきました。その結果、学年問わず仲は深まり、水泳部の、練習出席率は2割から8割へと増加、そして9割以上の部員がベストを更新しました。そして流れに乗った我が部活は本部活史上初の全国大会団体入賞を成し遂げることができました。私はこの経験をビジネスにも生かすことができると考えております。お客様と組織の課題発見と問題解決に自分のスキルを活用し、関わる人全員の人生をより良いものへと変化させていきます。ご清聴ありがとうございました。Career Question。 内田さん、いかがですか。水泳部の部長としてそのチームをまとめるって言ったところで、はい、一番楽しいが最終的に一番強いっていうものにつながるために楽しいから入ったのか、はい、それとも最初から楽しくやってたのがたまたまいい反応を起こして一番強くなったのか、どっちなんでしょうか。はい、どちらかというと目標を達成するためにその楽しくすることがまず大事であると思っていて、まあ、成績向上によるその目標達成を楽しむであったり、仲間と一緒に部活を頑張っていくっていうそこを楽しむであったり、さまざまな楽しいっていうのを経験しながらモチベーションを向上させていって、その結果が大会全国大会入賞っていうところにつながっていったのかなと思います。うん、じゃあそこを見越してそこでまずは楽しいから始めるっていうところから。はい、そうです。ありがとうございます。北村さん、いかがでしょう。はい、先ほど出ていた教育実習と出てましたね、はい、ここで課題を見つけて課題を解決したということだと思うんです。それについてちょっと教えてもらえますか。はい、はい、ありがとうございます。私教育実習、実習校中学生だったんですけども、中学2年生2クラスに柔道を教えてきました。最初アンケートを取った時にやっぱり消極的な意見が多かったんですね。やっぱり怪我が怖いですとか痛いんじゃないかっていう意見が多くて、まあ、やっぱり授業に対する意欲っていうところが低かったんですけれども、やっぱり少しずつ丁寧に指導することっていうところと、まあ、あとそれぞれの特性とか個性に合わせた声かけっていうところを重視していって、まあ、最終的には柔道の授業楽しかったですって先生の自分のところに言ってくれるまでになったっていうところで、まあ、その課題解決っていうところができたのかなと思っています。なるほど。その経験を通じてね、その、まあ、教師になりたいというような思いはありましたか、はい、なかったですか。はい、いえ、自分の中では教師になりたいという思いはありませんでした。理由は。はい、自分がもともと教育学部に入ったのが教師になりたいからというわけではなくて、自分の指導力であったりその自分の語彙力や説明力っていうところを培っていきたいっていう、自分を自己成長させていきたいっていう気持ちで教育学部に入ったので、もともと最初から自分は教員になるつもりはありませんでした。おー、ストレートですね。自分を教育したいんだぐらいに思ってたってことですよね。はい、そうです。どうですか、谷本さん。
この課題発見と問題解決が強みっていうことなんですけども、ちょっと意地悪な目線で見てみると、はい、例えば同じ大学の、そして同じ水泳部の、そしてある種、はい、一つの同じ目標に向かっているすごく同質性が高い中でこうリーダーシップを発揮されてきたわけですよね、はい、でも一方で大関さんが社会に出られた時に多様性ものすごく溢れる中でリーダーシップを発揮しなければいけないってことを考えた時に、はい、大学で学んだことはどういう形で活かせるのかっていうふうに考えていらっしゃいますか。はい、今水泳部の中でかなり同質っていう話があったんですけれども、まあ、自分の水泳部は少し違っていると思っていて、まあ、レベルが本当に全国レベルのものから大学から始めたっていう子もいて、でその中でも目標がそれぞれに違っていたので、それぞれ個々にあったヒアリングも行っていきましたし、その中で全員が向かっていけるっていうところを考えて自分は取り組んでいったので、まあ、その多様性っていうところにも自分はまあ、しっかりこれまで培ってきたその傾聴力などを生かして答えていけるのではないかと考えています。いやすごいな、ある種の谷本さんに対する反論とも聞こえますよあったんだいっぱいって、自信家ですよね。納得しました。でもあ、そうですか、はい、今のところブラインドっていうか資格がないですよね。相当有望な感じするんですけど、それも踏まえていかんですか、パックン。確かに変化を起こすことはできてると思うんですよ。与えられた仕事、出席率を上げるとか柔道を教えるとか、そういう与えられた仕事をうまくこなすタイプかなと思うんですけど、はい、まあ日本は改善の企業からクリエイティブな企業にちょっとシフトしようとしてると思うんですよ。そういうゼロから何か生み出したクリエイティブな経験ありますか。はい、クリエイティブな経験はちょっと正直水泳部のその部活の中の話と少しかぶってしまうんですけれども、うん、まあ、その体育祭の開催などはなんか自分たちで計画して少しずつやっていきましたし、合宿の開催も自分たちで仲間と協議しながら、まあ、新しくやっていったっていうところで、まあ、そこの企画力と実行力っていうところ、まあ、あと仲間と協力して作り上げることができるっていう面で、まあ、ゼロからでも新しい事業を作り出せるのかなと考えています。これといった資格が見当たらない大杉君に7月期最初のゴールドオファーは出るのか。どのくらいイメージしてますか、シルバーオファー。そうですね、半数いただけたら嬉しいなと思っています。今まですっきり結果を出してきてるだけにね、はい、その高みを目指したいと、はい、見てみましょう。大杉さん、本当に火の打ち所のない展開でもありました。どのくらいオファーが来てるんでしょうか、シルバー。あー、60には届かないけど47ってのは優秀ですよ。でもどうですか、今正直に。素直に悔しい気持ちでいっぱいです。やっぱり悔しいですか、60届かない、うん、はい、ちょっと谷本さんがちらっと均質性と多様性って言ったところもちょっとありますか。どうですかね、でもなんていうの、全部ができる必要はないんですよ、本当にこう自分のそのなんていうんでしょうか、こう特徴とその企業の特徴が合えばいいので、そういった意味においては47社はしっかり合うような企業さんからオファーが来てるんではないでしょうか。これはどうですか、改めて考え直してみると。素直にやっぱり自分のことを評価してくれてる企業がこれだけいらっしゃるので、まあ、これから協議していってどんどん自分をについてもっと考えていきたいなと思います、はあ、じっくり話し合ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ大関君、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあシルバーオファー47社という結果でしたが、はい、どうでしたか、終えてみて。まあ、本当に悔しい気持ちが大きくて、あわやくばそのゴールドっていうところも自分では狙っていたので、まあ、ここを糧に自分もっと成長していきたいなと思ってます。ゴールドオファーに向けて何がちょっと、ま、足りなかったなって自分今感じてますか。やっぱりその水泳部での経験しかないっていうところがちょっとまあ経験不足といいますか、企業に活かせるかっていうところが難しかったのかなと思ってます。次週も超優秀な学生たちが続々登場、ゴールドオファー獲得に挑む。異常な成長意欲とチャレンジ精神へと導きました。店長が消息不明、迷ったら挑戦する、迷ったらやるぞと。そして、来た来た来た、言ってるうちにゴールドオファーは誰の手に。番組ではキャリアドラフトに出場したい学生、また優秀な学生とつながりを持ちたい企業の皆様を大募集しています。こちらのアドレスまたは QR コードを読み込んでいただくか、ホームページからご応募ください。お待ちしています。フォージャパン、日本を経営せよ。毎週金曜日夜9時30分配信スタート。
お楽しみに。